旧ゲームグラフィック TV 第1回初投稿から8年。新たに展開するゲームグラフィック TV シーズン5。その第1回は、任天堂クラシックミニファミリーコンピュータ。現代の技術で復活した新たなファミリーコンピュータを見ていくことにしよう。任天堂クラシックミニファミリーコンピューターは2016年10月に突如発表され、同年11月10日に発売されたゲーム機である。1983年発売のファミリーコンピューターをエミュレーターで再現するという形で登場した。そのノウハウは Wii のバーチャルコンソールから来ていることは容易に想像できた。ハードスペックだが、メインチップに CPU コーテックス A9 クワッドコアと GPU マリー400デュアルコアをワンチップにまとめたオールウィンター R16、 メモリーは 256MB DDR3SD RAM、 USB からの電源供給、 HDMI からの映像出力など、スマートフォンによく似た構成となっている。コントローラーがオリジナルファミコンの半分程度しかなく、お世辞にもホールディング性は良いとは言えない。ゲームはカートリッジではなく、フラッシュメモリー内に収められたサードパーティー製のソフトを含めた30本のゲームから選択して遊ぶ形になっており、外部メモリーが存在しないため、ソフトの追加はできない。なぜか初期のファミコン普及に尽力したハドソン製のゲームが収録されておらず、ハドソンを吸収したコナミとの何かきな臭い政治的な香りがして、ちょっと興ざめする感じである。クラシックミニファミリーコンピューターの発売に先駆けて、北米では NES クラシックエディションが発表。こちらは本体こそクラシックミニファミリーコンピューターと同じくらいのサイズだが、コントローラーがフルサイズで再現されており、ゲームをするという観点からいくと完成度が高い。ファミリーコンピューターの場合、本体にコントローラーが収納されるというギミックがあるため、仕方がないことなのかもしれない。クラシックミニファミリーコンピューターは、発売日と同時に転売屋が暗躍。あっという間に市場から姿を消すことになった。ネットショップなどでは、プレミア価格で出回り、まともな値段で買えたのは、最初に予約したユーザーぐらいしかなく、かつてのドラゴンクエスト3を思い出させる状況を作り出した。シリーズ第2弾としてクラシックミニスーパーファミコンが約1年後の2017年10月5日に発売。クラシックミニファミコン発売日の状況から、今回は十分な量のハードを用意。遺産で購入した転売屋がギャフンというすっきりする状況となる。ちなみにクラシックミニスーパーファミコンもクラシックミニファミリーコンピューターと同じ基板を採用。この分でいけば来年には出るであろうクラシックミニ任天堂64も同じ基板で再現されるのではないかと思われる。
クラシックミニファミリーコンピューターは任天堂という大企業が公式でエミュレーターを提供したという点が非常に評価できると思う。とかくエミュレーターはきな臭いイメージがつきまとうが、メーカー自らが発売することで過去の遺産を生かすだけでなく、ゲーマーに提供できるというレトロゲームの可能性を示した名機であると思う。今後他社が本格的にこの流れに乗れれば、レトロゲームをより気軽に楽しめるようになるのではないかと思うが、どうであろうか。